こんにちは、ツアー久しぶりです、皆さん <laughs> えっと、いろいろ話したいことはすごくたくさんあるんですけど、それはちょっと今日は一回置いといて別の動画を作ります。で、今日話したいのは、このチャンネルの方向性をちょっと変えようと僕は思っています。今まで英語メインで、英語だけについていろいろ僕が話したりとか、僕の経験を話すっていうチャンネルで運営してきたんですけど、まあ、最近全然もう2年ぐらい、3年か、3年近く動画を投稿してないので、やってねえだろうと。 そううい事情は説明しますでとりあえずだがそういう運営をしてきたんですけどちょっと方向性を変えますということで今後はねちょっとまあ何に触発されたとかっていう話はまたその別の動画で話をするんですけど僕の成長を見せるチャンネルにもしたいなと思っていてで言語の話をせっかくしてるのでいろいろ言語の話をメインでやっていきます。 で英語を新しく勉強するってのはできないので僕はある程度もう勉強しちゃったからだから何をするかというと新しい言語を学びますでさっきこの裏でした <laughs> さっきこの本を買ってきましたこの中国語で僕はね大学の時に一回だけ中国語の言語の講座を取っていてっていう経験はあるんですけども しっかり忘れてて何も覚えていないのでまたたこののゼロから始めて勉強をしいいと思まますなので、まあどれぐらい期間がかかるかわからないんですけどある程度の期間でどれぐらい中国語が僕が話せるようになるのかとかまあもちろんこの中国語終わったら次の言語を勉強したいと思うのでそれをどんどん見せていくっていうのもありかなと思ってます。 でまあ、言語以外の部分でも、まあ、僕は趣味でいろいろやってるのでそういう成長もこのチャンネルで共有できたらなとみんなのモチベーションになるような刺激を与えられるようなチャンネルにできたらっていうふうに思ってますのでそういうことも今後はアップロードしていきたいと思いますのでまあそれでよろしくという感じですのでまあもう一本だねまたでももう一本さっき言った長めの この3年間何をしていたのかとかどういう経緯でそういうチャンネルの方向性の変換転換が起こったのかとかっていうのはもう一本の動画を長めに撮りたいと思うのでそっちを見ていただければと思いますが手短に今後の方向性としては今の中国語を勉強して自分の成長を見せるっていう話にしたいのでぜひ応援お,、ね、お願いします噛みましたけどね大事なところで噛みましたけどお願いしますではまたさよなら